眼科専門医の平松です。今日は白内障の話をしようと思います。今日この模型、目の大きくした模型なんですけども、を開けて、パカッと開けて、前からすぐのところ、ここにあるレンズが白くなることを白内障と言います。もともとこのレンズは水晶体と呼ばれるレンズです。そのレンズが白くなることを白内障というものなんですね。これによって中が白くなってしまうので、光が入ってきても見づらいというのが白内障と思っていただければと思います。